注目をする UFC の中の試合ってほぼないです。僕見たいと思う試合、
クリスの試合を見れば、だからまあそういうきちっとプロモーションしたりためを作って、まだ準備をしながらみんなに待ち遠しいなって思ってもらえるような形で、今年来年の18年も、6大会ぐらい、5大会から6大会でいいかなと思ってます。その中でまたスピンオフしていくっていうか、女子だけがスピンオフされたり、男子だけができたり、立ち技がスピンオフされて、立ち技のグランプリだけが大会として成立したりとかっていうことを見据えた18年かなというふうには思ったりしますので、まあ、また明日の医者会見でもいろいろお話しさせていただきますけど、5月まで、ちょっと回転休業な状態で、他に